9-4 帰り道に与次郎が三四郎に向かって突然借金の言い訳をしだした。月の冴えた比較的寒い晩である。三四郎はほとんど金のことなどは考えていなかった。言い訳を聞くのでさえ本気ではない。どうせ返すことはあるまいと思っている。与次郎も決して返すとは言わない。ただ返せない事情をいろいろに話す。その話し方の方が三四郎にはよほど面白い。自分の知ってる猿男が失恋の結果世の中が嫌になってとうとう自殺をしようと決心したが、海も嫌、川も嫌、噴火口はなお嫌、首をくくるのは最も嫌というわけで、やむを得ずピストルを買ってきた。買ってきてまだ目的を遂行しないうちに友達が金を借りに来た。金はないと断ったが、ぜひどうかしてくれと訴えるので仕方なしに大事のピストルを貸してやった。友達はそれを質に入れて一時をしのいだ。都合がついて質を受け出して返しに来た時は、肝心のピストルの主はもう死ぬ気がなくなっていた。だからこの男の命は金を借りに来られたために助かったと同じことである。そういうこともあるからな、と与次郎が言った。三四郎にはただおかしいだけである。その他には何らの意味もない。高い月を仰いで大きな声を出して笑った。金を返されないでも愉快である。与次郎は、笑っちゃいかんと注意した。三四郎はなおおかしくなった。笑わないでよく考えてみろ。俺が金を返さなければこそ、君が峰子さんから金を借りることができたんだろう。三四郎は笑うのをやめた。それで？それだけでたくさんじゃないか。君、あの女を愛しているんだろう。与次郎はよく知っている。三四郎はふんと言ってまた高い月を見た。月のそばに白い雲が出た。君、あの女にはもう返したのか。いや、いつまでも借りておいてやれ。のんきなことを言う。三四郎は何とも答えなかった。しかしいつまでも借りておく気は無論なかった。実は必要な20円を下宿へ払って、残りの10円をその明くる日すぐ里見の家へ届けようと思ったが、今返してはかえって好意に背いてよくないと考え直して、せっかく門内に入られる機会を犠牲にしてまでも引き返した。その時何かの拍子で気が緩んでその10円を崩してしまった。実は今夜の会費もそのうちから出ている。自分のばかりではない、与次郎のもそのうちから出ている。後にはようやく 2-3 円残っている。三四郎はそれで冬シャツを買おうと思った。実は与次郎が到底返しそうもないから、三四郎は思い切ってこの間国元へ30円の不足を請求した。十分な学資を月々もらっていながら、ただ不足だからといって請求するわけにはいかない。三四郎はあまり嘘をついたことのない男だから、請求の理由に至って婚約した。仕方がないから、ただ友達が金をなくして弱っていたから、つい気の毒になって貸してやった。
その結果として今度はこっちが弱るようになった。どうか送ってくれと書いた。すぐ返事を出してくれればもう届く時分であるのにまだ来ない。今夜あたりはことによると来ているかもしれぬくらいに考えて下宿へ帰ってみると、果たして母の手で書いた封筒がちゃんと机の上に載っている。不思議なことに、いつも必ず書き留めで来るのが、今日は三線切って一枚で済ましてある。開いてみると中はいつになく短い。母としては不親切なくらい用事だけで申し納めてしまった。依頼の金は野々宮さんの方へ送ったから野々宮さんから受け取れという指図に過ぎない。三四郎は床を取って寝た。